アスナロは、ヒノキカアスナロ族の常緑針葉樹、日本固有種、アスヒトモ、カンメイ、ラカンガシは、青森県では、ヒバ、秋田県では、津軽ヒノキ、岩手県、山形県では、熊崎、石川県、富山県では、アテ、新潟県佐渡島では、アテビなどと呼ばれる。アスナロ族には、この一種のみが厳選する。化石種として、セジョプシスエウロパエアを認める説もあるが、 化石記録は乏しい。材木として利用され、原生器が伐採されるほか、昔から植林されている。北米産出の米ヒバとは同じ。ヒノキアカだが、糸杉属の樹木である。葉北海道南部から、本州、九州の産地に分布する。上緑の香木で、幹は直立して分岐し、高さ10から30メートル、直径90センチメートルにもなる。 樹形は水型で樹皮は肺褐色で薄く縦に剥がれる。枝は小枝を個性的浮上に出し平らである。葉は体性で一つ一つの形は輪辺状で長くても 20mm 以下、幅も2から 10mm である。厚質で大きな輪状を小枝や細枝に交互に体性し、上下両面にあるものは絶形、または菱形の下形をしていて、先端は円形。 または、どん型をなす。枝に密着し、上面のものは緑色であるが、仮面のものは、雪のように白い老後がついている。左右両縁にあるものは船型、あるいは、卵状かまばり形で鈍く尖る。上部は、茎から離れて、斜めに傾き、仮面の中央は白色である。死友同士で、花は小さく、葉先に一つつけ、暗茶色内詞褐色である。 5月頃に開花し、細枝の端に誕生する。尾花は、賢楕円形、青色を帯びる。臨片内に3から5役があり、黄色花粉を出す。雌花は8から10個の厚質の臨片があり、その内面に、おのおの5個の肺株がある。果実は、休憩の寒果で、色は、泡褐色である。長さ幅ともに12から16ミリメートルくらいで、種鱗は4から5ついあり。 先端が三角形針の針状をしていて、10月頃、開いて、種子を出す。種子は、各収録内に3から5個あり、基部に直立している。防水系、または、卵状長楕円体で、両側に広い翼がある。ヒノキに似ているが、枝や葉が、より幅広く、また、ヒノキと異なり数年間枝についている間に、幅が、より広くなる。また、別属であり、 マリカの構造がやや異なる。暴風の機能を有する樹種として知られる。庭園に栽培されることがある。材はやや紅白色で方向があり、ヒノキチオールを豊富に含有しており、殺菌力と体質性に極めて優れるため、まな板材として最高級にランクされる。強プ線を生油に多く含有する。ヒノキアスナロ変種にヒノキアスナロがある。アスナロより北部に分布し、 栃木県の日光付近を南源とし、北海道の小島半島南部を北源とする、下北、津軽半島を中心に分布し、日本のヒバ総蓄積の8割以上を占める。ヒノキアスナロは、青森県、石川県、新潟県佐渡市、北海道江差市町、上野国町などの自治体の木に制定されている。青森県内で産出される木材は、青森ヒバと呼ばれ、基礎ヒノキ。 秋田杉と共に日本三大美林とされている。石川県では主に能登地方に分布し、産出される木材は能登ヒバと呼ばれ、古くから建築材の他は島塗りの生地として利用されている。また、ヒノキアスナロの品種、園芸品種として、下記のものがある。名称の由来はヒノキに似ていることから、アスナロの意と言われているが、一部の図鑑では俗説で、あると否定されている。 この俗説から文学作品ではヒノキになりたくても決してなれない哀れな木として扱われている。ありがとうございます。